はい、どうも、田原元成です。この動画で七夕賞ですね、こちらの方のデータ分析をやっていきたいと思っております。このレースというのは非常に荒れるという、そんな傾向にあるわけなんですけれども、まずはデータの方から紐解いていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速やっていきましょう。まずは1万人騎馬の成績なんですが、数字で言うと2116馬券内率 40%。まあ1万人騎馬の水準としては低いと言わざるを得ません。で、7番人気がですね、そういった人気薄激闘のゾーンなんですけれども、こちらの方が13回の馬券圏内ということで、これもうとんでもない数字ですよね。もう人気馬は全然来ないんだけど、人気薄がもうどんどん来るみたいな、そんな性質がある一戦でして、この荒れる一戦という、そんなところがいて差し支えないのではないでしょうか。はい、続いてはローテーションに目を向けてみます。ローテーションなんですけれども、前走ナルオ記念とか、前走エプソンカップ、いわゆるね、同じ年の6月以降の、そんなところを使われた組が中心勢力となっておりました。やっぱ夏競馬ということもありますのでね、ある程度直近のローテーションであったりとか、そういったところで言いますと、6月以降の成績、まあこちらも一つね、注目してみてはいかがでしょうか。はい、続いては血統ですね。血統なんですけれども、父サンデーサイレンス系が6勝ということで、まあこのレースの中心という風なね、言い方もできるんですけれども、ここで注目したいのは父キングマンボ系です。金亀系という言い方はするんですけれども、ここでちょっとね、広めにとってキングマンボ系といたしました。というのも、この2年連続でですね、このキングマンボ系が、1着から3着を独占という、そんなようなことになっておりまして、まあ、例えばね、トーラスジェミーだったりとか、それ以外の馬も行ったんですけれども、結構人気のないところのね、激走も続々と果たしていた、そんな形となっております。このレースとの相性抜群とね、言えるのかなというふうな、そんな印象です。主な該当馬なんですけれども、例えばね、昨年の勝ち馬のエヒトですとか、ククナとか、鳳凰エミズとか、そういった牝馬も該当する形となっております。このレース×キングマンボケ、これ非常にね、好相性ということですので、ぜひ覚えておいてください。はい、続いて年齢別の成績に目を向けています。こちらなんですけれども、5歳から6歳の、そういった区分に入った馬が7勝をマークしておりました。中でも注目したいのは6歳馬でして、6歳馬の副賞回収率。こちらの方がなんと 200% を超えるという、そんなことになっておりまして、まあ、1頭ね、結構人気のない馬が、ズドンとその数値を上げたというところもあるんですけれども、それを除いても、結構人気薄が入っていた、そんな印象です。やっぱこのレースって結構ね、キャリアを積んでいた、そんなベテランたちの激走が目立っているという、そんな側面もありますので、こういった年齢区分でいうと6歳馬、こちらには注目したいと考えております。で、該当馬なんですけれども、例えばね、これも先ほど名前が挙がった昨年の勝ち馬のエヒトですとか、ガロアクリークとか、こういったあたりがね、6歳馬に該当をいたします。この過去の七夕賞というデータだと、かなり6歳馬優勢というところもありますので、警戒したい馬たちだと考えております。はい、続いては枠順別の成績ですね。こちらなんですけれども、結構ね、この福島芝2000メーターというのが1コーナーまで結構距離が長いです。そういったところもあるんですけれども、割とね、枠順に関しては内枠も勝ちますし、外枠も全く問題ないという、そんな状況となっておりました。まあ、1コーナーまでの距離が長いという、結構皐月賞とかね、そういったところと通ずるところもあるのかなという印象ですので、枠順に関してはね、そこまで極端に神経を取らせないようにしたいと考えております。はい、続いては客室ですね。こちらの方に目を向けてみます。客室なんですけれども、先行馬が7勝ということで、まあ結構前に行った馬がね、有利かなという、そんな印象があるんですけれども、これ結構ね、過去のレース映像を一回見てみてください。これいわゆる先行馬がね、こう内々を立ち回って、スーッと抜けていったパターンってめちゃくちゃ多いかと言われればそうではなくて、結構3、4コーナーぐらいからね、中段にいた馬が3コーナー、4コーナーでまくっていって、最終的に4角で先行馬の位置まで押し上げた、そういったところがね、先行馬の7勝の正体だと考えてください。それに伴って、上がり3波の最速馬の成績が1514、まあ、馬券内で言うと 60% ちょいなんですけれども、結構その中には人気薄の10番人気1着とかがありましたので、割とね、こう切れる馬といったらちょっと語弊があるんですけれども、宝塚記念に近いとかね、そんな感じですかね。3、4コーナーで位置を上げて、少なくとも4コーナーぐらいではもう先段の位置に位置をするかどうか、スイッチできるかどうか、そこは鍵となっておりますので、このような数字が出ておりました。この中でですね、前走が上がり3波の最速、一応ここもね、注意したいと思うんですけれども、その該当馬が3勝クラスを勝った帝王ソラネルとか、ヒンドタイムズとかね、そういったあたりが前走上がり3波の最速、こちらに該当をしておりました。客室のところで言うとね、そこまで極端に評価下げることもないのかなという、そんな印象もあるんですけれども、そういったところとしてね、注意を払っておいてはいかがでしょうか。はい、で、ここからですね、構想率が高いデータ、そして低いデータ、さらにプラスワンのデータをお伝えさせてください。まずは構想率が高いデータの1個目なんですけれども、こちらの方がカレン・ルシェレブル。
この馬に該当するんですが、同年の福島民放杯を、初格8番手以下から勝った馬、こちらに該当した馬というのが1111馬券内率 75% を誇っておりました。まあ、福島民放杯っていうのがね、春の福島 2000m で行われるレースでして、この今回の七夕賞と全く同じような、そんな試行条件となっております。でそのレースなんですけれども、いわゆる差し切り勝ちであったりですとか、まくり差しとかね、そういったようなところで勝っていることによって、この七夕賞との関連性が得られる、これさっきね客室のとこで、お伝えをしたかと思うんですけれども、そういったまくり差しで勝ってきたこと、これが一つね高勝率の高さを生んでいたというデータとなっております。去年なんかもアンティシペイとか、まくり差しで福島民放杯勝って、このレースでもきっちり3着に入っていた、そういったデータでもありますのでね、これ注意を払いたいとそう考えております。で、該当馬のカレン・ル・シェレブル、こちらについて補足をさせてください。こちらの馬、今年の福島民放杯をいわゆるまくり出しで、勝ったような馬でして、結構直線向いてね、もう余裕しゃくしゃくで、2着馬が内々を通ったんですけれども、この馬は馬場の、真ん中ぐらいですかね、それぐらいを通ってすんなりと差し切り勝ちを決めたという一頭です。まあ、前走の、新潟大賞典、ちょっとね、かわいそうな、そんな馬場コンディションでして、参考外と言ってもいいでしょう。まあ、結構右回りの 2000m とかはね、小倉でも走っているような、そんな条件でもありますので、今回の得意条件があり、さらにこのデータがプラス、いわゆる高勝率の高いという、そんなデータに該当したことを考えますと、全然ここで巻き返しがあってもおかしくない、そんな一頭だと捉えてください。あともう一個ですね、高勝率が高いという、そんなデータなんですけれども、こちらの方が2頭に、該当するんですが、エヒトとヒンドゥタイムズ、この2頭に該当するのが、直近1年以内に芝の 2200m 以上の古馬重賞5着以内、こちらに該当した馬というのが10年中8年で馬券圏内に入っておりました。まあ、これ何が言いたいかと言いますと、この福島 2000m の七夕賞、もう基本的にもうスタミナがとてつもなく問われるというそんな一戦なんですね。結構過去なんか見てもね、ステイヤータイプというか、それこそ天皇賞だったりですとか阪神大賞典とか、そういったあたりに出走して、まあ、いた馬がここで、一気に巻き返しを果たしたという、そんなケースも珍しくありません。まあ、例えば8番人気2着のステラウィンドですとか、12番人気3着ロードバンドール、こういったあたりが該当したこのデータなんですけれども、直近1年の割と長めの距離で古馬重賞で5着以内というスタミナを有していた、これがね一つの激走馬を生むようなそんなデータとなっておりました。で、該当馬の2頭について、ね、ここで少し補足をしたいと考えております。まずはエヒトなんですけれども、まあ、言わずと知れた去年のこのレースの勝ち馬となっております。そこからともね結構こう歴戦を積み重ねておりまして、今年の AJCC 芝の 2200m 重賞でもきっちり馬券圏内に入っておりました。あともう一頭ヒンドゥタイムズなんですけれども、こちらは去年のね小倉記念ので2着に入った後、京都大賞典、これ芝の 2400m なんですけれども、こちらの方で掲示板内を確保していた、まあ、この馬結構ねキャリア積んでいるようなそんな方法だと思うんですけれども、今年重賞勝ってという、そんなところもありますので、こう全然上り調子というかそんなところだと思っておりますので、こういうの割とね今回人気の盲点かなというそんなところもあるんですけれども、過去のこの、福島の、この七夕賞の性質を考えた時に、この舞台での、構想があってもおかしくないそんな馬たちだと考えております。で、ここからプラスワンのデータですね。こちらをお伝えさせてください。こちら、該当馬の方がスタッドリー。この馬に該当するんですが、芝の 2000m の成績が2442とほとんど馬券圏外がありませんでした。まあ、この馬券日数がね、東京の割と長めの、そんな距離を使ってきたわけなんですけれども、ちょっとね、距離としては、長かったのかなというそんな印象は拭えません。まあ、2200以下が一番合ってる印象でして、持ってると 2000m でいいよというそんなところがあるわけなんですけれども、例えば4走前なんかもね、この今回と同じような小回りコースへの上がり3波の最速処理、結構なんだろう、去年の勝ち馬エヒトっぽいようなそんなようなニュアンスもあるようなね、そんな一頭だとは思うんですけれども、ちょっと現時点でね、これなんか除外対象なんじゃないかというそんなところがありまして、そこがちょっと、どうなのかなというところではあるんですけれども、もし、上位馬に回避馬が一頭でも出てくれればこの馬が出走は叶うという、そんな状況となっておりますので、まあ、そういったところをちょっと願いつつ、今回プラスワンのデータとして取り上げさせていただきました。最後にお伝えするのがですね、今回出走する馬の中で高勝率が低い方の、そちらの方のデータです。これちょっと衝撃的というかそんな感じになってしまうんですけれども、該当馬はフェングロテン、そしてセイウンハーデスも該当してしまうんですけれども、前走逃げ客室だった馬、こちらの方が00011頭も馬券圏内がありません。
まあ、これ結構先ほどの、ね、高層質が高いとか客室のところでお伝えしたデータの結構その反作用というか、そこで捉えればね、なんとなく想像はつくのかなという、そんな印象だと考えております。まあ、要するに、逃げ馬にとって非常に厳しいような印象がありまして、特に前走も逃げていたという、この逃げ客室がもう確定してしまっているようなね、そんな状況の馬にとってかなりきついという、そんなデータとなっております。例えばですね、そのマルタズアポジとか、統計ヘイローとか名将ナルトとか、それこそ芝の 2000m 重賞を逃げ切ったみたいな、そんな経験を持つ馬ですら、ここではちょっと、このデータに該当してしまうと途端に馬券圏外になってしまうという、これ結構強力なデータというか、そんな印象もありますので、おそらくフェングローテンとかね、人気だと思うんですけれども、ちょっとそこに抵触してしまった、そんな馬たちだと捉えております。でちょっと該当馬のフェングローテンですね、こちらの馬についてだけ補足をさせてください。もうこの馬実績に関してはね、もう言わずのもかなという、そんな一頭だと考えております。もう芝の今年に関しては芝 2000m 重賞常連みたいな、そんなような成績でして、年明けの中山金杯に始まりまして、金庫賞とか、前走鳴尾記念なんかもね、結構もう直線があって、これやばいのかなと思っていたんですけれども、そこからしぶとく巻き返したという、そんな馬でもありました。ただ、今回の舞台は七夕賞です。こちらのレースなんですけれども、本当まくり出しズドンみたいな、3、4コーナーで全く息が入んなくて、過去の2ゲームはどんどん沈んでいたという、そんな経験もありましたので、果たして今回の人気が想定されるフェングロッテ、この馬にとってこの状況がで、ね、プラスとは到底言えないよねという、そんな状況となってしまいました。やっぱ人気だと思いますし、まあそうですね、それなりの条件というか、そこがあると思うんですけれども、今回のデータという部分、ここにおいてはね、現時点だとマイナスと言わざるを得ないのかなという、そんな印象です。はい、以上で七夕賞のデータ分析は終了となります。今年の一戦なんですけれども、やっぱ客室的に言うとね、結構逃げ馬が集中しているという、そんな印象もあるんですけれども、果たしてこのレースというのは前走逃げ馬にとって非常に相性が悪いという、そんな性質にもありますので、結構そのまくり差しができる馬、こういったあたりがね、良いのかなという、そんなデータ分析となりました。この動画で何かね、参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。